ハーシム家の旗ヒジャーズ王、アリー・ヨルダン王、アブドゥッラー・一世イ・シリア王、イラク王、ファイサル・ウィセイ・ハーシム家は、イスラムの王家、または王朝の名前である。イスラム教の預言者、ムハンマドの祖父、ハーシムの一門。クライシュ族に属する。アッバース朝も、この一門から出た。ハーシムの息子、アブドゥルムッタリブには、アブドゥラーフ、アブーターリブ、アッバースら息子たちがいた。 このうち、アブドゥラーフの息子ムハンマドは男児に恵まれぬまま、末娘ファーティマとその夫で、アブーターリブの息子のアリーとの間にのみ血統が残ったため、実質、ハーシム家は、アリー家を含むアブーターリブ家とアッバース家に大きく分けることができる。アブーターリブ家には、アリーの他にジャーファル、アキールの家系があり、アリー家には、ファーティマとの間に儲けた二人の息子、ハサン。 フサインがおり、特にこれを、ファーティマ家と呼ぶ場合もある。アリー家には他に、ムハンマド、アッバース、ウマルの家系がある。ハーシム家をはじめ、預言者ムハンマドやアリーの一族は、歴史的に、ムスリム社会で敬意を受け、様々な損傷で呼ばれてきたが、特に預言者の血筋を引くファーティマ、アリー家の人々の場合、お,およそフサイン家の生員を、サイード、 ハサン家の生員をシャリーフという損傷が用いられてきた。地域によってはシャリーフのミア、ミール、ハビーブなども使われている。イスラム教の預言者、ムハンマドの孫で、第四代政党カリフアリーとムハンマドの末娘、ファーティマとの息子、ハサンの末裔であると主張するアラブの王朝。10世紀の967年のタイモン以来、真っ赤のシャリーフを呼び、 アミールを務めていた。1921年から現在に至るまで、ヨルダン・ハーシム王国の国王は、ハーシム家である。イラク革命以降は、旧ヒジャーズ・イラク王族が合流。また、同じハサン家末裔を自称する元孫王朝に、モロッコ王国王家のアラウィー朝があり、1918年から1962年に、存在したイエメン王国王家は、 ハサンの弟フサインの孫のザイド、イブンアリーの子孫を名乗っていた。アブドゥッラー一世、タラール一世、フセイニ一世、アブドゥッラー二世、ファイサル一世、ガージーファイサル二世。ありがとうございます。